スペースナイツ基地が壊滅し、ガダムに占拠された地上では人々によるゲリラ戦が展開されていた。そこにはソルテッカマンで戦うノアルの姿もあった。テッカマンアックスとの戦いの中、そのノアルに危機が迫った時、忽然と姿を現したのは生死不明であったテッカマンブレード、Dボーイであった。長い放浪の末、Dボーイは今懐かしい仲間との再会を果たしたのだった。アキ、おかえりなさい、Dボーイ。そっちはどう、アキ。全く異常なしよ。オッケー、ペガス。もう動いてもいいわよ。ナーサー。チッ、いよいよエネルギーが空っ欠だぜ。まだまだ先は長いってのに。ノアルさん、このままじゃ私たち。大丈夫だよ、ミリ。ソルテッカマンもペガスの方もチェック全部完了よ。ご苦労さん。え？それがどっこも異常なし。5ヶ月もメンテナンスなしだったのに不思議なくらいよ。Dボーイって運が強いんだ。でもだいぶ修羅場をくぐり抜けたと見えてあちこち傷だらけ。それにクリスタルの光変換効率が若干落ちてるのが気になるのよね。新しい完全なクリスタルで補強できるとバッチリなんだけど。何にしても必要なのは敵さんのクリスタルってわけか。月にあるラダムの基地へ行けるかどうか鍵を握ってるのもそいつだ。奴らのクリスタルがあればその機能を使いペガスを改造して宇宙へ出ることも可能なはずだ。新しいのが手に入ったら早速基地で徹底研究で行きたいところだけど。基地？スペースナイツ基地はもう修復できたのか？それがチーフと本田さんが全力で基地の修復に当たってるはずよ。でも あれだけやられたらブルーアース号とカタパルトを修理するだけでも何ヶ月かかるか。しかも更新不能じゃ連絡の取りようないもんね。まったくこっちは基地なし宇宙船なし。おかげで5ヶ月も宇宙船を探し回っての放浪の旅。敵さんは着々と計画を進行させてるってのに。つぼみがついてからラダム樹が生えた土地はどこも液状化しちまいやがって、下手に近づけば飲み込まれておだぶつだ。ラダム樹の花が開いた時、ラダムの地球侵略が完了する。みゆきさんが言ってたのはこのことだったのかしら。わからない。だが俺にはこれで全てが終わったとは思えない。だからこそクリスタルが必要なんだろ。アックス、ランス、ソード、エビル、奴らを倒し必ずクリスタルを手に入れてみせる。でも無理はしないでね。せっかく再会できたのにまた離れ離れはたまらないってか。ノアル、あら、ねえ見て見て、あれが次の目的地じゃない？助かったぜ。いつ止まるかヒヤヒヤしてたが、なんとか補給できそうだぜ。
さあ、D ボーイとノアルが偵察から帰ってくるまでに目いっぱいごちそう作っちゃうんだから頑張って。なあ、ハキ、もういいわ、もういいのよ、本当にもういいから。私、やっぱり他の仕事に回るわ。もう、レヴィンったら、やっと巡り会えた D ボーイなのよ。アキさんが美味しいもの作って、D ボーイに食べさせてあげたいって思ってるのに。それはわかるわよ。でも、これじゃね。この分じゃ、女の子としての合格点は当分もらえそうもないわね。